君のハートにロックオン。私たち超ときめき青年部です。はい、超ときめきブルーのかなみんこと辻のかなみです。こちら、はい、じゃじゃん。はい、アンジュリアの最上級に可愛いところはいつもね、こんなに細いのに美味しいスイーツをいっぱい食べてるところです。その笑顔がとっても可愛いです。右に食べれます。本当にすごいんですよ。では続いて、はい、超ときめきパープルのジュリことアンジュリアです。ひとちゃん、はい。ときめきレッドの酒井ひとかちゃんの一番可愛いところ、最上級に可愛いところは、とっても人懐っこくて超フレンドリーなところです。お姉さんみたいです。イエーイ。ありがとう、可愛い。はい、超ときめきレッドのひとちゃんこと酒井ひとかです。はい、こちら小泉はるかちゃん、おはるの顔最上級に可愛いところは、ちょっと普段ツンツンしてるのに私に甘えてきてくれるところでーす。以上でーす。はい、超ときめきピンクのおはること、小泉はるかです。おいでーす。はーい。こんにちは。はい、私が紹介するあきちゃんの最上級に可愛いところ、見てください、このあきちゃんの大きいお目目。大きいかな。大きいです。いつも本当に吸い込まれそうなぐらい大きい目をしています。じゃあそんなあきちゃんの最上級に可愛いウィンクをどうぞ。あきちゃんウィンク。はい、はい、続いて、超ときめきレモンのあきちゃんこと須田あきです。おいでーす。ゆりでーす。ゆりです。はい、吉川ひよりちゃんの可愛いところはもうたくさん、全部全部可愛いんですけども、まず可愛らしい歌声と、そして女の子らしい女の子なんかめっちゃ女いやみたいな、いつでもハンカチ持ってたりとか、女子力が高いところも全部可愛いです。やったはい、超ときめきグリーンのひよりんこと吉川ひよりです。じゃあ続いて最初に戻ってなんでよ。はい、辻のかなみん。辻のかなみんです。かなみんの可愛いところは、今みたいなちょっとおちょこちょいなところだったり、あとは表情が眉毛でおちょこちょい、おちょこちょい、おちょこちょいなのはひよりなんで二人ともだね。辻のかなみんです。あ、じゃあそういうことね。今入るの忘れてたね。そうだったり、あの眉毛で表情がめちゃくちゃ分かるところがすごく可愛いです。はい、ということでみんな集合。はい、はい、はい、ということでこの後超ときめき宣伝部ミュージックステーションに初出演します。皆さん見てください。見てねー。